はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便。今日はこんなお話です。はい。えー、今日はですね、なんと皆さんに、えー、プレゼントがあります。ということでですね、まあ、ほぼプレゼント企画なんですけれども、 え以前に僕の動画で紹介しましたエシカルなボールペン。えっとですね、環境に優しい SDGs なボールペンということでですね、あの、ま、ペノンっていうのを紹介しました。これ、まあ、まあ、どういうものかっていうのはですね、以前の動画をしっかりやってますんで見ていただきたいんですけれども、まあ、あの、プラスチックを極力使わないということで、本体が、ま、ね、木でできてます。鉛筆と同じようなえウッドでできている軸にですね、ま、金属製のパーツとですね、それから、 まあリフィルもですねまあリフィルの一部にはプラスチック使われていますけどもそれ以外のところにはほ,、まあ、ほぼプラスチックを使っていないというまあペンでしてまあ脱プラっていうのもありますしあとまあパッケージにもですねまあこういうねプラスチックを使わないということでこういう紙を使った 紙をね、こうやって折り重ねてえ作ったえ独特のパッケージ。しかもこのね、部品がこういうところにいっぱいついてますけど、これを切り抜いてですね、組み立てると、なんとペン立てができてしまうっていうですね、まあなかなか工夫満載なペンではあるんですけれども、こんな感じです。で、えっと、クリップの部分がまあちょっと特徴的で、メガネとか、それからネクタイとかになっていて、これがですね、まああの、いろんな色とかがあるので、まあこれファッションの一部として胸に刺したときに、 え見せてほしいなということでまあここのところがですねき綺麗な塗装金属でできていて塗装になってたりあとこっちはですね本物の刺繍なんですよ。ということで本物の布の刺繍がつけてあるのでかなり質感的にはいいよっていうボールペンだったりします。であとフラッグっていうのがあってですねまあこれあの旗がついてるペンなんですけれどもこんな感じになってるんですけどもまあそんなやつがありますと。 いうことでまあこのペンがねえまあどういうペンなのかっていうことに関してはですねまあちょっと長すぎるぐらいの動画をもう1本やってますんでそれを見ていただくとしてそれなんですけどもそこのこのペノンさんですねからですねまあ新作出たよって言ってですねサンプルを送るよって言って送っていただいたんですけれども送っていただいたのがこれいやいやそのね新作出たのは分かりますでえと今回ネクタイが6柄それからメガネが8かな2468柄出ましたよとね あの、色違いですよね。が出ましたよっていうのと、あと、フラッグが3つ出ましたよということで、フラッグは鳥とウサギとライオンっていうですね、まあ、あの、のが出ましたよと。まあ、以前のやつにもですね、まあ、いろいろと可愛い柄あったわけですけれども、今回はですね、まあ、それがですね、一気に、まあ、これだけ10、えっと、何えっと、17ぐらいであるのかなはい。 ということでですね、出ましたということで、ああメガネとネクタイに関しては、側の形は変わってないんですけれども、ここの塗装の色とかが変わることによって、選択肢がすごく増えましたよと、特にね、最近、ちょっと人気のこういうね、色とか、グリーン系の色とかね、ちょっとくすんだ色なんかも入っていたりとかしつつ、ネクタイもですね、前はですね、色がね、 えまあどちらかというとですねパターンが違うタイプのネクタイとかが何種類かあったんですけれども今回はですねえ全部あのこういうまあそのえ3色のトリコロールみたいになってるんですけどそれぞれなってるんですけどまあ印象としては前のえと第1弾も全然良かったんですけども第1弾と比べてもまあ身につけやすい柄になったかなという気がしますね。色も落ち着いた感じだし まああの以前はベタで色がついてるネクタイとかあったんですけれどもまああのカラーだけよりやっぱりこうやってねあの色が3色とかになってる方がですね見た目にはすごくなんかいい感じに落ち着いたかなと思います。あと今回のこのメガネタイプですけどそのメガネのとこだけじゃなくってこの口金の部分ですねえもうですねまあちゃんと色がついているのであれ前もそうだっけなえと非常に 可愛らしく仕上がってると思います、えー、とあ前もそうだったかな、えー、口金のところと色が合ってるのがメガネさんのいいところかなというふうな気がします。えー、と以前のやつのね、第1弾とかはね、えーと、ネクタイとかだとベタカラーがあって、こんな感じで、こんな感じだったりするんですけれども、こういうのに比べると、ずっと、ね、あの洗練された感じで、まあ、ネクタイの洗練度みたいなのもね上がった気がしますよということで、まあ、こんなものが来ました。 ね。で、えっ、ー、と、なんとこんなに送っていただいたんですけれども、いや、さすがに俺一人でこんだけ持ってても使い切らんわっていう感じにいっぱいもらいました。これあの、あとですね、このフラッグタイプのあの、えー、なんですけれども、フラッグもですね、この鳥の造形の美しさ、ね、こんな感じです。鳥の部分がですね、あの、まあ、刺繍なんですけども、刺繍がすごい、この、ね、 フラッグにこんな感じでですね動物がいるんですけどもなかなか出来がいいです。ということでですねえっとこんな感じに送っていただいたのはいいのですが僕が全部持っといてもしょうがないなと思うので皆さんに えー、この番組の視聴者にプレゼントしてもいいですかって言って、えー、ペノンさんにお伺いしたらいいですよっていうことでですね、えー、ぜひぜひみんなに使っていただければっていうふうなことを、えー、と言って快諾いただいたのです,ですね、えー、皆さんにですね <laughs> 失礼、えー、皆さんにプレゼントとしたいと思います とということなので、えーとーまあ、今回はですね、もう単にプレゼント企画です。えー、中身に関してはですね、えー、別の動画を、まあ、せっかくなのでねこれプレゼント欲しい方はぜひ、ね、そっちの動画も一応早送りでも構わないので見ていただければと 思いますっていうのと、あと、えっ、ー、と、応募の方法としてはですね、えっ、ー、と、この動画の概要欄のところにあります、えー、そのコメントフォームがありますので、そこからですね、えリンクをたどっていただいて、コメントフォームに、えー、まあ、送り先の住所とかね、そういうのも書いといていただいて、で、そこに、 え番組の感想とですね、ああのこのえ文豪の YouTube への感想とかでもいいですし、あとはですね、このペノンに対しての感想ですね、このペンに対してまあ感想だったりとか、こんな風に使いたいよみたいなコメントもいただけるとですね、せっかく送っていただいたペノンさんにもですねフィードバックができればいいかなと思ったりはするので、 できればですね、そのもう一個の方の動画をさらっとでも見ていただいてですね、まあこのペンについてどう思う、別にあの肯定でも否定でも構いません、何か思うところがあったら、一言書いていただけると、より私としてはですね、プレゼントしやすくなるかななんて思ったりしますという感じです。で、プレゼントの希望のところの希望商品っていうところがあるんで、そこにですね、ペノンのボールペンで書いていただいて、で、まあ、 そうですねあの希望としてまああのネクタイかメガネかフラッグかっていうのを一応希望を書いてください。希望通りにえ他の人がいなかったら他の人とダブってなかったらその人にえそれをプレゼントしたいなと思うんですがえそうでなかった場合はですねあのまあちょっとそこはですね違う希望じゃないものメガネって言ってたけどメガネがもういっぱいなのでじゃあネクタイをりますみたいになるかもしれませんけれども。 えこの数がある限りですね送りたいと思いますので全部で246八のと,と12141617あるので17名様にプレゼントしたいななんて思いますでえーっとできれば番組に対するコメントですね使わせていただければと思うので今月末にですね できれば、<laughs> できればが多すぎるんですけども、文豪のですね、YouTube でですね、ライブ配信またやりたいなと思うので、その中でですね、コメントを使わせていただけると嬉しいです。で、そういう方にはですね、なるべくプレゼントが届くようにしたいななんて思ったりしますので、皆さん、どしどしご応募ください。割と今までの感じからするとですね、かなり高確率で、 えゲットできるんじゃないかなと思いますのでえ興味のある方はですねえぜひえ番組に対するご意見ご感想え励ましの言葉え知った激励いろいろですね書いていただきつつもあとはですねペンノンさんに対してのコメントなんかも合わせていただけると嬉しいですということでえ今回はですねまあそんな感じのプレゼント告知でしたということではいえまあちょっと簡単ですけれどもそんな感じでやらせていただきたいなと思います。 ということで皆さんどしどしご応募ください、えー。ということで今日はこんなお話で失礼させていただきます。以上です。おやすみなさい。